ヒトヘルペスウイルス6は、ヒトを使用な宿主とする、ヘルペスウイルス9種のうち、ヒューマンベータハーパスバイラス 6A 及び、ヒューマンベータハーパスバイラス6バイトの2種の、総称である。ウイルス学上は共に、ベータヘルペスウイルス赤、ロゼオロウイルス属に所属させる。ヒトヘルペスウイルス6に感染し、細胞核や、細胞質に封入体が生じている、組織像。 H.E. 染色。1986年、ロバート・ギャロの研究チームが、エイズや、白血病の患者の末梢血由来単核球を培養している過程で、細胞核や、細胞内に封入体を生じる、大きく屈折性の高い細胞を見出した。電子顕微鏡観察により新規のウイルスが発見され、Human B リンファトラーフィックウイルスと命名された。 一連の研究から彼らは HBLV をヒトヘルペスウイルス6と解明した。まもなく HHV-6 はよく似ているものの区別可能な2つのアケ A6A と6バイトに分けられた。HHV-6A は成人由来であることが多くより神経構成が強いのに対し HHV-6B は突発性発疹を呈する乳幼児から検出されることが多い。 この二つのウイルスは、延期配列上95%一致している。2012年に公式に二つの種であることが、認められた。HHV-6A と HHV-6B は共に、ベータヘルペスウイルス赤、ロゼオロウイルス属に所属するが、人を宿主とするロゼオロウイルスとしては他に、HHV-7 がある。ウイルス学上の学名は長らくヒューマン。 ハーピースバイラス6であったが、2012年に 6A と6バイトが、それぞれ独立した種と認められ、その後2015年にヒューマンベイトハーパスバイラス6と解明されている。もっとも臨床上ヒューマンハーピースバイラス6と呼ぶことは差し支えない。HHV-6 のウイルス粒子は、直径およそ200ナノメートルである。外側から、エンベロープ。 テグメント、カプシドという構造をしている。災害層のエンベロープは、ウイルス由来の糖タンパク質を含む、宿主由来の脂質二重膜である。カプシドは、正二重面体をしており、その内部に、直鎖状二本鎖 DNA を含んでいる。HHV-6B ゲノムの遺伝子配置図、HHV-6 のゲノムは、直鎖状二本鎖 DNA から構成されている。 両端に8から1 0イトの直列反復配列があり、その内部に143から1 4 5キロバイトのユニークセグメントがある。両端の直列反復配列は DRL と DRR と呼ばれており、ここに PAC-1 と PAC-2 というヘルペスウイルスに共通の分断、パッケージ化シグナルが含まれている。またここには、 人のテロメアと同じタググの繰り返しが15回から180回含まれている。ユニークセグメントには、ベータヘルペスウイルス化に共通する遺伝子ブロックとヘルペスウイルス目に特徴的な7つのコアエ子ブロックがあり、後者にはウイルスゲノムの複製、分断、パッケージ化に関わる保存的な遺伝子群がコードされている。複製起点は DNA 複製の開始する場所である。 HHV-6 のウイルス粒子が人の細胞に侵入する際には、補体系の制御に関わる CD46 を需要体として利用している。CD46 分子には、オルタナティブスプライシングによって少なくとも14種のアイソフォームが生じるが、そのすべてが HHV-6A に結合し得る。c d 十六に結合するウイルス側のリガンドは GH GL, GQ1, GQ2 からなる、糖タンパク質複合体である。大気腺が、感染源になると考えられている。T 細胞は、特に HH、HHV-6 に、感受性が高いと考えられている。150以上の検視例の分析から、嗅覚組織において、HHV-6 の存在量が多く、ここが、中枢神経系への侵入点だと考えられている。 これは単純、ヘルペスウイルスでの知見とも符合している。とりわけ急神経症細胞が HHV-6 の侵入に重要な役割を演じると考えられている。細胞へ侵入したウイルスは二通りの感染様式を示す。活動性感染は直射状のゲノムが感情化することで起きる。この過程は単純、ヘルペスウイルスで最初に報告された。 感情化の後イミティエートアーリー遺伝子群が発現し、それが転写活性化因子として働くと推測されている。続いてアーリー遺伝子群が発現してウイルス由来 DNA ポリメラーデを活性化し、ローリングサークル型複製を引き起こす。その結果、ゲノムが直列に長く繰り返したコンカテマーが形成される。コンカテマーはパックマイナス1と パックマイナスに領域の間で分断されて、個々のウイルス粒子へとパッケージ化される。新たに感染を受けた細胞のすべてで、ローリングサークル型複製が始まるわけではない。すべてのベータヘルペスウイルスは潜伏感染を行うが、HHV マイナス6の場合は、感情のエピソームとして潜伏するのではなく、人染色体のサブテロメア領域に組み込まれることで、潜伏すると考えられている。 これは HHV-6 ゲノムの両端の反復配列にテロメア配列が含まれていることで可能になっている。人の染色体のうち9、17、18、19、22番に組み込まれることが多く、その他10番や11番にも認められる。おおよそ7000万人がこのように染色体に組み込まれた HHV-6 を保持していると推定されている。 この非活動性の潜伏期に特異的に発現する遺伝子がいくつか知られている。これらはゲノムを維持し、宿主細胞が破壊されることを防ぐことに関わっている。例えば U94 タンパク質はアポトーシス関連遺伝子を抑制し、テロメアへの組み込みを補助すると考えられている。こうしてテロメアに格納されたウイルスは断続的に再活性化を行う。 再活性化の特異的な引き金は分かっていない。障害や物理的心理的、ストレス、ホルモンバランスの不調などが関わると示唆する研究者もいる。ヒストン脱アセチル化酵素の阻害剤で実験的に再活性化を引き起こせるという報告がある。再活性化が起きると、上述のようにローリングサークル型複製によってコンカテマーが形成される。 HHV-6 は基本的に人を宿主とし、ウイルスの揚形によっては、知識的な疾病を引き起こすこともあるが、語り的に強制していると言える。一方で、HHV-6 は T 細胞に共感染することで、HIV-1 の進展を助長することが示されている。h h v 六は HIV 受容体である c d 四の発現を更新するため、 HIV に感受性の細胞を増やすのである。また、HHV-6 感染により HIV-1 の発現を増強する TN 回、α、イルイ 1β、イル8といった炎症性サイトカインの酸性が増加することが示されている。さらに、ブタオザルを用いた実験では、HHV-6A の共感染めによって、 HIV 感染からエイズ発症への進行が劇的に加速されることが示されている。HHV-6 は EB ウイルスの活性化に関与することも示されている。人は低年齢のうちに早い場合には出生後1月以内にウイルスを獲得する。h i v 六の初感染はアメリカ合衆国において発熱による新生児救急外来受診の20%に 関わるとされ、より重篤な脳炎、リンパ節主張、心筋炎、骨髄抑制といった症状にも関連している。ウイルス保有率は年齢ととも増加し、これは乳児を感染から守っている、母体由来の抗体が失われることによると考えるものもある。年齢と血清陽性率の関係には不一致がある。年齢の増加に伴い、血清陽性率が減少するという報告。 有意な現象はないとする、報告、増加するという報告がある。初感染の後、大気栓や増血幹細胞などで修正潜伏し続ける。HHV-6 は世界中に広く分布している。生後13ヶ月における感染率はアメリカ合衆国、イギリス、日本、台湾で十四の83%と効率である。また成人における 血清陽性率は、タンザニア、マレーシア、タイ、ブラジルの多様な集団で39%から80%で、ある。同じ場所に住む、人々の間では、民族や性による優位な差はない。HHV-6B は、世界中のほとんど全ての集団に存在するのに対し、HHV-6A は日本、北、アメリカ、ヨーロッパでは、やや少ない。 ウイルス粒子が唾液中に排出されることが最も多い感染経路だと考えられている。HHV-6B と HHV-7 は共に唾液中に見つかるが前者の方が頻度が低い。HHV-6 の唾液中の存在率は3から90%と研究によってばらつきが大きい。ウイルスは唾液腺に感染、潜伏し、 時々再活性化して他の宿主へと感染を広げる。垂直感染もあり、アメリカ合衆国では出生の1%で起きている。これはウイルスゲノムが個体のすべての細胞に見出されることで簡単に検出できる。古典的には HHV-6B の初感染は高熱の後に発疹を停する突発性発疹を引き起こすとされる。しかし発疹は 必ずしも、HHV-6 感染の特徴ではなく、HHV-6 以外の感染と、同程度の感じにしか起こらない。一方で摂氏40度を超す高熱は、HHV-6 感染に特徴的で、他に倦怠感、過敏、鼓膜の炎症などが挙げられる。ウイルスの鑑別は、特に H H、HHV-6B の場合、感染の副作用のために重要になる。 この感染を示す発疹のような兆候は、抗生物質を処方された患者では気づかれにくい。なぜなら、抗生物質の副作用だと誤解しがちだから。HHV-6B は突発性発疹だけでなく他の疾患とも関係している。肝炎、熱性痙攣、脳炎など。HHV-6B 感染により、突発性発疹を呈する患者は3から5日間の 発熱、胴体、首、顔の発疹、そして時折熱性、痙攣を示すが、これらは常に一緒に出るわけではない。ほとんどの場合子供のうちに感染するため、成人が初感染を受けることは稀である。しかし成人における初感染ではより重篤な症状を示す傾向がある。潜伏状態のウイルスは時折再活性化し、 アメリカ合衆国の健康な成人からでも20から25%の割合で DNA を検出できる。免疫反応が正常な状態では、再活性化しても無兆候に終わるが、免疫抑制状態では深刻な併発症となりうる。HHV-6 の再活性化は、臓器移植患者では深刻な疾患を引き起こし、移植変拒絶につながることもある。また HIV。 エイズのように、HHV-6 の再活性化により、全身性感染を引き起こし末端臓器障害から死亡に至ることもある。人口のほぼ100%が保有しているとはいえ、大抵3歳までに感染しており、成人の初感染は稀である。アメリカ合衆国では、HHV-6A が多く、それはより病原性が高くより神経構成があり。 中枢神経系疾患につながるから。HHV-6 は多発性硬化症の患者で報告されているほか、慢性疲労症候群、繊維筋痛症、エイズ、視神経炎、癌、側頭腰転換、うつ病などの疾患の強薬因子としても報告されている。HHV-6 感染の治療に対して承認された薬剤はないが、 サイトメガロウイルス感染症への治療薬は、走行している。これらの薬剤は、デオキシヌクレオシド酸リン酸と競合して、DNA10 号を阻害するか、ウイルスの DNA ポリメラーゼを特異的に不活化する、ことを狙って投与されている。HHV-6 再活性化が、移植手術後に起きた場合の治療法を見つけるのは、移植医療が、免疫抑制剤を前提としているがゆえに困難かも。 知れない。ありがとうございます。